はい、こんにちは。日本改革トーク津澤です。カンタロウ様、フレーゲル男爵様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがとう頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。中共の犬、 NHK 電子台、衆院東京15区候補紹介報道で、他候補は映像で紹介したのに、日本保守党の飯山あかりさんだけ動かない画像、写真で、時間も短いという分かりやすい変更報道をやらかす。測った人おりまして、一番長い乙武候補は46秒、飯山あかりさんは15秒、3分の1しか映さねがった、しかも動かない画像、写真でね。で、その写真もですね、なんか人相悪く、画像修正してやんじゃねえかみたいな疑いがかかっておりました。世論です。これ、放送法4条違反ですよね。放送は中立で公平でなくてはならないっていう放送法4条。違反ですよね。逆に目立ちそう。TBS は飯山さんだけ立候補者から外して紹介しなかった。NHK よか、TBS の方がひどかったって話かな。外国人が支配している分かりやすい編集。NHK に限らず、保守系の候補はまともに紹介しないよな。TBS に続いて NHK までもこんな不公平な放送して、工作員みたいなもんですから、見かけたのは NHK 電子台の変更報道でしたが、他の民放の電子台、テレビ局も似たような変更報道しているみたいですね。飯山さんが日本と日本人にとっていい候補だから危険視してね、扱いを小さくしてんですよね。テレビは、TBS に至っては飯山さんを紹介せんかったっていうんだからあげれますよね。2016年の都知事選では小池、増田、鳥越ばっかりをテレビでやって、他候補は一切無視してましたよね。2014年の都知事選では舛添、宇都宮健児ばっしっかり取り上げて、玉上さん完全無視してましたよね。まあ玉上さんに限らず他の候補、この時は細川守博元総理の、すぐ辞めちゃった細川守博なんかも出てちょっと話題になりましたけれども、アメリカだったらね、 CNN がやらないものは FOX が取り上げるであるとかなんですけど、日本のテレビ局はですね、一糸乱れぬ全員参加で変更報道する世界最低のゴミクズだと思います。 NHK テレビがですね、一番危険視しているのが飯山さんということで、江東区の皆様、よく考えてご投票よろしくお願いいたします。日本と日本人のためになっから、NHK が危ねえっつって、15秒しか映さねえ、しかも写真だけでやるんですよね。都は副代表に就任した乙武さん、そうなんだ、そんなことにいつの間にかなってたんだ。小池百合子のポスターベタベタ貼った中で、出馬会見、無所属出馬ですと言ってしまいました。副代表なのに、都は副代表なのに、そりゃないんじゃないのか。しかも小池都知事のポスター、世論です。これで無所属は草、汚いって使いやがって、党派隠しが流行ってんの。後々まで使えるギャグを投入、これで無所属、アホだろこいつら全員、有権者舐めてるよな。党派名乗ったら勝てないという事実を理解しているんだかいないのかよくわからん絵面、なんかやましいことがあるんか。なんでしょうね。党派副代表であろうとなかろうと、乙武さんはですね、夫婦別姓惜しい、同性婚惜しい、移民推進改憲反対の中身共産党員だから、まあ論外ですね。夫婦別姓同性婚移民が実現したら社会どうなっちゃうか、大混乱、するっていうのを予測できないバカだからダメであります。社会の混乱を願ってやまないテレビの扱いは多分大きくなりそうですね。子ども家庭庁が少子化対策支援金という名の国保税増税額の試算を発表。年収600万円の人は年額1万2000円上がります。増税です。1000万円の人は年額1万9800円増税になります。だそうであります。まあ2万円ですね。世論です。少子化推進に余念がない増税メガネ。これ今年はでやって、来年から 10% ずつ上がっていくから。なんかね、再来年は6000億円取って、27年は8000億円取って、
28年は1兆円取りますよ、予告してますんで、これ年々上がってきますね。 10% どころじゃないんじゃないか。500円って言ってたの何だったの。ただの増税なのになぜか保険料のトッピング扱い。保険料だから増税じゃないって言いそう。純度 100% の増税だろ。子供がいる勝ち組に献金しているのと同じ。自分たちは脱税のくせになんだかんだで増税しまくりの増税メガネ。子育て世代も負担増なのが意味不明すぎると、増税メガネの増税内閣による紛れもない国保税増税ですね、これ支援金と呼んでですね、嫌でも何でも強制で取り立てする基地外どもが自民党と公明党ってことですか。何が支援金だよって話でね、増税じゃねえかって、岸田は嫌がっているのだが、まだ紛れもなくね増税してんだから増税クソメガネってあだ名甘んじて受け入れろって、どっかで話すときはですね、増税クソメガネですって自己紹介しろ、まずはですねやろうとしている少子化対策事業をですねやってみる、補正予算かなんかでやってみる。で効果があったら皆さん効果があるようです。これ子供増えるみたいです。大々的にやりたいんで増税差し下さいっていうのが筋でしょう。それをねどんな少子化対策事業やろうとしてんのか、不明瞭、見えてこない、あと効果が未明、それをですね金かかんで金くださいって言って詐欺に徴収しようとすっからね、詐欺払いさせようとすっから、品物がなんだかよくわかんねえものに詐欺払いさせようとすっから反感持たれて支持率だだ下がりなんですよ。本当に政治センスないですよね。岸田は政治家向いてないから引退しろお前は。NHK による最新内閣支持率は 23% で過去最低。まあ時事通信なんかだともっと低く 17% とか出ますけれども、 NHK でやった調査では過去最低。不支持率は 58% で過去最低。こちらも過去最低ということは81だから 19% の人がどちらでもない、わからないって答えたのかな。なんか毎月毎月過去最低なのな。世論です。与党過半数割れ見えてきたな。 23% とか嘘くさい、持ってないか。バカ息子の秘書と一緒にアメリカ観光。なんか今アメリカ行ってるみたいですねこんなに低くて選挙どうすんだ。自民支持だけど岸田はダメだ。まだ 20% もいるとか嘘やろう。安倍さんのギャグで高齢者の支持率が高いそうです。安倍さんは若者の支持率高かったんですけど、岸田は程よい売国でですねテレビに守られてんでしょうかね。それともですね財務省はですね、岸田は増税のいい駒だからあんまりいじめんなよテレビ局に、言うこと聞かないと国税がガサ入りするし新聞の低減税率撤廃しちゃうんだってマスゴミに指令出してんですかね。あんまりいじめるなと。まあそれでもですね毎月最低支持率更新中なんですけどね。政治のセンスのなさじゃ、政治家向いてない、全然向いてない、政治センスのなさ、なさっていうか皆無じゃしゃあないですね。今日のその他のニュース、読売調査、安全保障上の脅威を感じる、中国に脅威を感じる 91%、 ロシア 88%、 北朝鮮 88%。 皆さん意外とまともですね。 91% の日本人が脅威を感じている中国共産党、なんで中国人観光客をバンバン入れるんだろう。なんで竹島をですね軍事占領中の敵国の韓国人一番多く観光させてんだろう。自民党と公明党頭おかしいですよね。これね品川でも喋りましたけど頭おかしいよ。7日総理官邸前でガザを殺すな全国連帯アクション、開催。連帯、来たよ連帯。約300人が太鼓を叩きながら岸田は許せん、今すぐ停戦などと訴えた。赤旗イスラエル大使館の前でやれよっていう声を上がったですね。なんで総理官邸でやんでる、いくらなんでも岸田関係ないでしょって、騒げて太鼓叩ければいいんですかねこいつらね。主催者発表で300ぐらいなんで実質は30ぐらいですかね。いいね、パヨどもの集会はそれぐらいでもテレビで報道されてね。日本財団が日米英中韓印の無作為に抽出した18歳から19歳の
若者に聞きました。国の将来は良くなるか、良くなると答えた割合は中国 85%、 インド 80%、 韓国 40%、 イギリスとアメリカ 25%、 日本 15%、 中国の若者はですね、政権批判と思われて逮捕されちゃうかなわないんで、良くなるって答えたんでしょうね。そう答えなかった 15% は知らないぞ捕まっても、日本人はあの不安遺伝子 60% だからしゃあない結果なんじゃないですかね。ちなみに米国民の不安遺伝子持ちは約 30%、で、あの普通が何パーセントだっけな、 50% だっけな、でウェイが 20% だっけな、忘れちゃった。それと他国にはない高齢者を支えるためのですね、年金と国保税っていうのがあって、負担がのしかかるしね。中国なんかあの年金と保険なんてねえからね。米国も。立憲の杉尾秀哉や自然エネ財団関係者への誹謗中傷が目に余る。やっぱテレビ新聞と令和大石明子と同じく中共の犬仲間だったみたいですね。中共の犬同士がかばい合ってんですよ、これ。全然美しくないですけどね。2022年度不動産の相続放棄は26万件で過去最多。不動産っていうのは負債不動産、もらっちゃうと損するっていうですね、例えばあの道路もない山奥のあの土地とか、あ、いけねえみたいな、そういうのですね。あとはあの相続税払うほど価値がないっていう、土地とかね。人口減少、地価下落で相続放棄今後増えそうですね。特に地方の過疎地ね、子供がいない世帯も多くてですね、今後は耐えてく家も多いんではないでしょうか。一族がいなくなるって家も多いんでないでしょうか。そうするとその人ら住んでた土地余っちゃって国庫に賠償、あの国庫に没収ってなのかな。1年間で26万件ってことは、1ヶ月に2万件ということは、10日で6000件、1日600件、家庭裁判所も大変ですね。1日600件相続放棄の手続きしてるね。小林製薬と間違えられて小林製菓に苦情電話が100本以上、今も続いているそうであります。全然関係ないのにこれは気の毒すぎますね。おじいちゃんおばあちゃんもやめてあげて。そういえばですね、いわき市小名浜にあったオウム電機さんはどうしただろうな。昨年の人手不足倒産が過去最多。倒産件数1位は建設業、2位物流業で、この2つで全体の4割を占める件数。建設と物流がガンガン潰れている。自民党公明党による人口減少で需要減少、人口に見合った企業数に調整中なんですかね。まあ、あの人手不足倒産って賃金不足倒産ってことで、適正な給料払えないっていうビジネスモデルが破綻してたに過ぎないんですけどね。うちはあの労働者を搾取しないと倒産してしまうっていうことですから、あのそのね、人手不足倒産しましたなんて経営者はもっと恥じるべきですよ。恥ずかしいっつって、恥じるべき、堂々と人手不足が、自民党が、社会がなんて言ってねえで、自分が悪いって思うべきですね。というわけでチャンネル登録よろしくお願いします。ウィルで出た YouTube のアーカイブ、好調でして27万再生いきそうで、全体のですね、ウィルさんの YouTube ライブの再生件数のトップ5に入りました。今からでもいいんで、もう一回皆さん見て、ちょっとトップ4、四天王に入れるようにしてもらえませんか。よろしくお願いいたします。まあ、ずうずうしいですけどね。デトックスジャパン。デトックスジャパン。